はい、こちらね、先日購入したゲーミングノート、ASUS さんのタフゲーミング A15 ですね。グラボは RTX4050 でございます。それでね、まあ、Windows 11に変わったので、まあ、今まで使っていたね、キャプチャーボード、AVT-C87 がね、利用できなくなってしまいました。そこで、まあ、ちょっとノートパソコン買ってお金ないので、まあ、キャプチャーボード買わないといけなかったんですが、まあ、安物を買いました。こちらですね。HDTV4K Fighting for the Dream。 これね、楽天で定価4600円だったんですけど、ちょうどセールやっててね、まあ、3300円ぐらいで買いましたね。ね、こちらね、型番の番号とかよくわからなくて、まあ、それでなんかね、形だけ見たらね、Amazon で売ってるかなと思って調べてみたらね、 Amazon だと1万円以上してるんですよね。それちょっと同じ製品かわからないんですけど、ちょっと開けてみましょうか。まだもちろん接続してないので、まあ、どういうものかわからないんですが、まあ、うまくこれでね、撮影できたらいいんですけどね。はい、まあ、こんな風になってますね。まあもちろんね、中華製ですね。ね、はい、メイドインチャイナでございます。まあね、まあ、なんかね、評価見たらね、結構いいんで。ね、前使っていた AVT-C87 がかなり古いキャプチャーボードなんでね、こちらの方がむしろ綺麗に撮れるんじゃないかなっていうね。ただ値段が4600円。3000円程度のね、品物ですから、ちょっと不安があるんですよ。これからね、まあ撮っていくんですが、はい。こちらですね。ね、ちっちゃくてめっちゃ軽いですね。本当に撮れるのかな、これで。ね、取れなかったらどうしようみたいな。3000が、まあ、パーになるみたいなね。うん。あ、それでね、青色の、ブルーのね、これはだから USB ケーブルですね。ケーブルついてるんですね。ケーブルついてない中華製のね、キャプチャーボードも多いと聞きますから、これ HDMI ケーブルですね。はい。まあ、一応揃っているんだなっていうね。うん。ね、型番がちょっとよくわからなくて、ね、うん。Fighting for the Dream。Amazon の商品とはね、ひょっとしたら違うかもしれませんよね。うん。まあ、これからちょっと、接続して、ね、ノートパソコンで動画撮っていきまーす。はい、ちょっと部屋汚いですけどね、接続してね、試しに撮影してみました。まあ、こちらね、USB3.0 HDTV ビデオキャプチャ。4K ウルトラ HD で、これね、すごい有能ですね。ビッグラック来ました。オイラの前に利用していた AVT-C875 は、おそらくいつぐらいに出た、ね、キャプチャーボードでしょうか。2010年代ですよね、もちろんね。2015年。もう相当古いので、この3000円の、こちらの安物、格安キャプチャーボードの方が、有能ですね。それでこちらでね、OBS スタジオっていうね、キャプチャーソフトを利用して、まあ撮ってみたんですけど、まあ YouTube 動画ね、いろいろな方がさ、解説されてるんで、それをね、見ながら簡単にね、できましたね。はい。まあそれで、まあ今までのね、キャプチャーボード AVT-C875 だと、遅延があって、パススルー機能を利用しないと、まあ録画できなかったんですね。ところがこのね、新しかった格安キャプチャーボードだと、もうこれもうスイッチの画面映してるんですけどね。ちょっと暗いな。あ、そうか。ね、映してるんですけど、こちらね、もう遅延がないですね、はっきり言って。もうこの画面でもう録画できるなと。まあそれでね、マイクの方もね、すでにノート型パソコンの中に入ってるんで、マイクも必要ないかなっていう印象ですね。うん。ね、これ、もう遅延感じませんね。さすがに、アクションゲームだったら遅延感じると思うんですけど、ね、まあ今、ロード中ですね。ちょっと倒れそうなんだよね、これな。ごめんなさい、なんか。スタンドが、チャチーので。こちらね。あ、ちょっと画面見えないかな。どうですかね。これね。遅延がわかります？この遅延具合、わからないかな、これ。ほとんどないですね。アクションゲームだと難しいかもしれないですけど、もうこの、ダビスタなら普通に画面見ながら録画できますね。
だから本来ならキャプチャーボード遅延するので、他のモニターに移したりするんですけど、必要ないですね。ノート型パソコンだけで十分にできるなという印象ですね。それでね、こちらが初めて撮影した映像ですね。どうですか？まあ、ちょっとカメラがね、携帯のカメラなんで。ね、いい感じですね。画質もね、悪くないと思いますね。まあ、これからね、ノート型パソコンで、実況動画ね、撮影していくかもしれません。思ったよりも快適だなと。それで、このね、おすすめですね、これね。楽天で4600円ぐらいで売ってると思いますけど、おいらね、セール中で3300円で買いました。これはビックロ買うた。まあ、実況ね、始めていきましょう。